都市や文明といったものも、多くの、子により形成される集団的知性という見方ができる。集団的知性は、多くの個人の協力と競争の中から、その集団自体に、知能、精神が存在するかのように見える知性である。ピーター・ラッセル、トム・アトリー、ハワード・ブルーム、フランシス・ハロゲン、ダグラス・エンゲル・バート、クリフ・ジョスリン、ロン・デンボ、ゴットフリード・メイヤー・クレースらが理論を構築した。 集団的知性は、細菌、動物、人間、コンピュータなど様々な集団の意思決定の過程で発生する。集団的知性の研究は、社会学、計算機科学、集団行動の研究などに属する。トム・アトリーらは、ハワード・ブルームが、グループ IQ と呼んだものから一歩進み、人間の集団的知性に、研究の焦点を当てている。アトリーは、 集団的知性を集団思考や個人の認知バイアスに打ち勝って集団が協調し、より高い知的能力を発揮するためのものと主張している。集団的知性研究のパイオニアであるジョージ・ポルは集団的知性現象を強調と革新を通して、より工事の複雑な思考、問題解決、統合を勝ち取り得る人類コミュニティの能力と定義している。 トム・アトリート・ジョージ・ポルは、集団的知性は、関心を一つに集中し、適切な行動を選択するための基準を形成する、能力があると述べている。彼らのアプローチは、サイエンティフィック・コミュニティ・メタファーを起源としている。集団的知性の概念を最初に提唱したのは、昆虫学者、ウィリアム・モートン・ホイーラーである。彼は、個体同士が密接に協力し合って、 全体として一つの生命体のように振る舞う様子を観測した。1911年、ウィーラーはこれをアリの観察で発見した。彼はコロニーによって形成される生命体を超個体と呼んだ。集団的知性の先行概念としては、ウラジミール・ベルナドスキーの H 剣や HG ウェルズの世界頭脳があるが、その後もピエール・レビの著作。 ハワード・ブルームのグローバル・ブレイン、ハワード・ライン・ゴールドのスマート・モブズ、ロバート・デイビッド・スティールのザニュー・クラフト・オブ・インテリジェンスなどで言及されてきた。ザニュー・クラフト・オブ・インテリジェンスでは、全市民を知性召集兵として正当で、倫理的な唯一の情報源とし、それによって、公僕や企業経営者を正す公的知性が生み出され、さらに国家的知性となるとした。 1986年、ハワード・ブルームは、アポトーシス、コネクショニズム、集団選択、超固体といった概念を統合して、集団的知性に関する理論を生み出した。後に彼は、最近コロニーや、人間の競争社会のような集団的知性を、コンピュータ上に生成した複合適応システムと遺伝的アルゴリズムで説明できることを示した。デビット・スクベナは、 集団心の概念はプラトンの反心論から導き出されるとした。彼は集団心の概念をホップズのリバイアさんやフェヒナーの集団心理に関する主張に基づいて展開した。彼は集団心理に関して最も重要な人物としてデュルケームやテイアールを挙げた。集団的知性は創始者の指針の増幅である。トーマス・ジェファーソンは国家の最大の防御は 教育された市民であると述べている。工業家時代、学校と企業はエリートを一般市民から選別する方向に向かった。政府も民間組織も官僚性を美化し、知識を取得することを良しとした。最近の20年間で知識の取得が公共の利益に反する利己的な決断を生むことが明らかとなってきた。集団的知性は人々の力を社会に還元し、 富の集中を生む情報処理の既得権を無効にする。集団的知性の高齢は正当である。政治的方針を形成するために多数の人々を集め候補者を選別し選挙活動に資金提供する。その根本とは法律や顧客による政権がなくても任意の状況に適切に対応する能力を有することである。この観点の信奉者の一人として アルゴアが挙げられる。彼は2000年の民主党の大統領候補であり、米国憲法は我々が個人ではできないことを集団でなさしめるプログラムであると述べた。緑の党の4つの柱もそのようなプログラムの例である。これは緑の党や関連する組織での合意形成の基本となっている。特にグローバルグリーンズを組織するにあたってこの4つの柱が有効に働いた。 軍隊、労働組合、企業もより特定の目的に特化しているが、集団的知性の本質の一部を備えている。特に人工知能方面で、集団的知能指数が測定の尺度として使われる。これは、個人の知能指数のように測定でき、集団に新たに個人が参加することによって知性が増す、ことを数値で示し、集団思考や集団での愚かさの危険を防ぐのに使われる。 2001年、ポーランドアグ大学のタデウス・シューベは、集団的知性現象の形式モデルを提案した。それは、無意識的で、ランダムで、並行的で分散化された計算プロセスであり、社会構造によって、数学的論理を実行するものである。このモデルでは、個人と情報は、数学的論理の式を運ぶ、抽象情報モジュールとして、モデル化される。それらは、 自らの意図と環境との相互作用に従って、純無作為的に配置を変える。中小計算空間でのそれらの相互作用は、マルチスレット化された推論プロセスを生成し、それが集団的知性として観測される。つまり、そこではヒチューリング的計算モデルが使われている。この理論では、集団的知性に、 社会構造の属性としての単純な形式的定義を与え、最近コロニーから人類の社会構造まで様々な面をうまく説明できる。集団的知性を特殊な計算プロセスと捉えることで、いくつかの社会現象も説明できる。この集団的知性のモデルでは、X の形式的定義が提案され、社会構造の推論活動を反映した。 N 要素推論ドメインと時間の確率関数と定義されている。X を計算で求めることは難しいが、上述の社会構造の計算プロセスとしてのモデル化によって近似値を得る可能性が出てくる。考えられる応用としては、企業の X を高めるための最適化や最近コロニーの集団的知性による薬剤体制の分析などがある。集団行動の研究とは、 クオークから、最近、植物、動物、人間社会など、あらゆるレベルの集団的振る舞いに関する研究を、意味する。ジョージポル、ブログ・オブ・コレクティブ・インテリジェンス、ハット・エ B ・ビー・ハワード・ブルーム、グローバル・ブレイン、ザ・エボリューション・オブ・マス・マインド・フロム・ザ・ビッグ・バン・ツー・ザ・21・ショート・トン・センチュリー、2000・ハワード・ブルーム、ザ・ルシフェル・プリンシプル、 A scientific expedition into the forces of history, 1995 hat s c u b e na D 2001 participation organization and mind toward a participatory worldview CH8 doctoral s i s Center for action research in professional practice school of management university of bus, England hat A.B. Shubeti r コンピューテーショナルコレクティブインテリジェンス420ページーズ y d リーエンワ2001ありがとうございます。